いきなりポケガニュース。やっぱりポケシーです。今回ですね、ナイトユニゾンという新しい許可拡張パックより新カードを紹介していきます。じゃん、こちらキュレムです。来ましたね、水タイプですよ。このキュレムなんといってもポケモン GX じゃないんですけれども、メインを張れちゃうポケモンですね。なんたって技がやばい。まず上の技、霊気を呼ぶ。山札から水エネルギーを1枚つけると。まあ強いですね。まあ、高校で使えば、高校最初の番にエネルギー1個つけて、霊気読んでエネルギーもう1個つけて、次の番にさらにエネルギーをつけて、下の技を使う。こんな感じの動きができちゃいます。その強力な下の技、ヘイルプリズン。なんとこちら、110ダメージ&相手は麻痺。いいっすね。めちゃくちゃいいですね。麻痺ですよ、麻痺。水エネルギー2個取らしというね、デメリットがあるんですが、そのデメリットをね、補って、あまりある強力な麻痺ですよ。これを使われたら相手は麻痺しますから、グズモだったり、フードランだったりね、ポケモン入れ替えだったりっていう、入れ替え系のカードを使わざるを得ない状況に持っていけると。相手のね、入れ替え系のカードが尽きたら、もうその時はもう、勝ちですよ。なんでかっていうと、水エネルギー2個トラッシュっていうデメリットはあるんですけれど、あるポケモンと一緒に使うと、非常に強力なコンボができるからです。それはこちら、ヌオーとアーゴ4ですね。ヌオーの方はですね、シャワーズ GX のデッキにも入っている特性押し流すが強力なポケモンです。これでベンチのね、水エネルギーをバトル場のキュレムに移動できるんですけれども、そのベンチに水エネルギーを毎回つけられるポケモンがアーゴ4ですね。特性チャージアップによってトラッシュからね、エネルギーを自分につける効果がありますので、これを使って水エネルギーをね、毎晩アーゴ4につけていけば、ベンチにアーゴ4、アーゴ4、ヌオーというね、盤面が完成していれば、自分の場に毎回ね、アーゴ4特性2回使って、ヌオーの特性を使って水エネルギー2個をキュレムにつける。で、技を使って2個トラッシュ相手を麻痺っていうね、ずっと麻痺できるというね、夢の技が完成します。相手を麻痺にしまくってね、勝つっていう、そういったね、デッキいけちゃうので、結構面白いと思うんでね、ぜひこのキュレム考えてみてください。あとはですね、実はもう一匹紹介があります。こちら、新しいヌオーです。はい。まあ、さっき紹介した押し流すヌオーとは違くて、なんとトータイプのヌオーです。技自体は割と普通かなと思うんですけれど、ポイントはトータイプのポケモンなんですけれども、エネルギーが水タイプというところです。というわけで、トータイプが弱点のポケモンに対して、なんと240ダメージを与えることができます。単純に考えて、ピカチュウ&ゼクロム GX をね、意識したカードなんじゃないかなと。押し流すヌオを採用していたタイプの水デッキって結構耐久するデッキも多かったかと思います。シャワーズ GX だったり、フリーザー GX だったりね。そういうね、耐久系の水デッキのですね、耐久を突破してくる超高火力ダメージのポケモンがね、いくつかいますけれど、そのうちの1タイプがね、雷タイプかなと思います。ピカチュアのゼクロム GX だったり、ゼロラ GX だったりをね、エレキパワーでダメージを上げていって、高火力で決めてくるというね、そういった嫌な相手だったかもしれませんけれども、このムオがいれば、そういった雷タイプのポケモンも弱点をついて、一撃で倒し返せると。他にもね、トータイプが弱点のポケモンといえば、ゾロアク GX だったり、EV&カビゴン GX だったりね、そういったポケモンが挙げられますね。ぜひね、ヌオーデッキを組む方ね、1枚だけこっちのトータイプのヌオーを採用してあげると、特定のタイプのポケモンに対して強く出れるんじゃないかなと思います。というわけで、今回は水タイプ、それからトータイプの2枚を紹介していきました。ナイトユニゾン、水タイプもね、結構面白いと思うんで、ぜひ買ってみてください。今回は以上です。また次回。